よろしくお願いします。あどうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。お願いします。はい、わかりました。待ての方お願いします。雇用がを守るということが今やはり一番必要な対策だと思っております。もう国の出番です。間違いなく国の規模でこの災害を抜いていかないと復帰復興はないというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。菅総理はこの後市内を回り、私たちの町の現状を視察します。石巻の皆さん、こんにちは。私、総理大臣の菅直人です。ぜひとも皆さんに元気よく復興への道筋を歩んでいただきたい。国としても全力を挙げて、そうした皆さんの歩みに、全力を挙げて、一緒になってやっていきたい。おはようございます。あのマルハニチロの主力工場ですけど、この中はもう全然ダメですね。そうですね、早く復興するようにね、やっていただきたいです。はい、みんなが幸せになるようにしてね。はい、市民皆さんと一緒ですよ。まだ瓦礫が海で浮いてますから。松島も基地が水が出ないとか言ってましたけど、はい、どうですか県内の。かなり、やはりライフラインはやられました。水道が止まり、はい、ガスが止まりという。いや、それはもう、まず地元の人たちが安心しますので、また総理自らが被害状況を見ていただきますとですね、対応にまた違いが出てくるかというふうに思いますので、このように来ていただけることは本当にありがたいというふうに思っています。あ、いや、ちょっと置いていただいて。はい、はい、お願いします。はい、こちら、はい、こちら、はい、お願いします。場所を決めてるんで。はい、はい、どうも、ご苦労さんです。もう剥がしながら、はい、で、ああやって止まったところでこう自衛隊が、警察がこう剥がしていって、はい、これだけの災害に対して、警察や自衛隊の皆さんが本当に寝食を忘れて頑張っていただいていることを、本当に誇りに感じています。どうか頑張ってください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。車、それから、こういう廃材が海中に散乱しております。たらい回すでなく早急に漁場あるいは航路の撤去作業をしていただきたい。頑張れ。